平野省の視界が光る。特番「三人一分ショー」で魅了された家族の反応とは渡辺直美と平野翔の息の合ったトーク特番「三人一分ショー」の見どころ総まとめ私は家族と一緒にリビングでテレビを見ていました特番の「三人一分ショー」が放送されていて司会を務める平野翔さんの姿が画面に映し出されましたその瞬間 家族全員の目が釘付け気になりました。特に私は翔くんの笑顔とそのユーモラスなコメントに心を奪われました。彼の司会ぶりは、まるで舞台の上で踊るかのように自然で軽快でした。その特番には、ナンバーアンダーライン・アイというグループが登場しました。彼らは3人組のパフォーマーで、それぞれがダンスや歌、そしてエンターテイメント全般において驚異的な才能を持っていました。 特に印象に残ったのは、彼らがパフォーマンスするたびにその技術の高さと完璧なチームワークが際立っていたことです。彼らの動きは一し乱れず、観客を魅了しました。翔くんは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを見て歓声を上げ、その言葉の一つ一つが心からのものであることが伝わり、私たち視聴者もその気持ちに共感しました。特に、翔くんが、 彼らの次のパフォーマンスを見たいですかとカメラに向かって問いかけるときの真剣な眼差しと微笑みは私の心を打ちました。その日の番組は渡辺直美さんとのコラボレーションもあり、これがまた一層の興奮を呼び起こしました。直美さんはその独特のユーモアとエネルギーで場を盛り上げ、紫輝くんとの掛け合いはまさに絶妙でした。二人の息の合ったトークは視聴者に笑顔と笑いをもたらしました。 特にナオミさんがナンバーアンダーラインアイのことを称賛したとき、彼らの才能が一層引き立ちました。特番のクライマックスは、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスでした。彼らは新曲、ボンのミュージックビデオを披露し、その映像美とダンスの迫力は圧巻でした。私たちはその瞬間、まるで彼らと一緒にステージに立っているかのような臨場感を味わいました。彼らの一挙一動が美しく、 まるで夢のような時間が流れました。特に印象的だったのは、大西兄弟のダンスでした。彼らの動きは一糸乱れず、まるで一心動体のように息の合ったパフォーマンスを見せてくれました。妹さんの TikTok でのメイクオフ動画も見ていましたが、こうしてテレビで見るとその実力と魅力がさらに引き立ちました。彼らのダンスは、まるで魔法のように観客を魅了し、一瞬で引き込まれました。 また、翔君の司会としての才能も見逃せません。彼は出場者一人一人に対して心からの応援と称賛を送り、その優しさと人間力が画面を通じて伝わってきました。特に、彼が出場者とハイタッチをする姿は、本当に心温まるものでした。彼の言葉のセンスとウィットに富んだコメントは、まさに天才的であり、視聴者を楽しませ続けました。さらに、 この特番は日本のエンターテインメント業界においても非常に意義深いものでした。ナンバーアンダーラインアイのような才能あるパフォーマーが世界に向けてその実力を発揮する場を提供することは日本のエンターテインメントの未来にとって大きな一歩です。彼らのような若い才能が国際的な舞台で活躍することで日本の文化や芸術がさらに広がりを見せることを期待しています。番組が終わった後も 私はその興奮冷めやらぬまま、家族と一緒にナンバーアンダーラインアイの話題で盛り上がりました。彼らのパフォーマンスをもう一度見たいという気持ちが強くなり、次回の特番が待ち遠しく感じました。また、翔くんの司会を再び見られることを楽しみにしています。彼の笑顔と優しさ、そしてその才能は、私たち視聴者にとって何よりの喜びです。この特番は、 エンターテインメントの力を再認識させてくれる素晴らしいものでした。私たちは、日常の中で感じるストレスや疲れを忘れ、純粋に楽しむことができました。エンターテインメントは、人々の心を癒し、元気づける力を持っています。そして、ナンバーアンダーラインアイや平野翔さんのような才能ある人々がその力を存分に発揮することで、私たちの生活はより豊かで楽しいものになるのです。 番組が終わってからしばらくして、私は SNS でナンバーアンダーラインアイや平野翔さんについて調べ始めました。ネット上には多くのファンが彼らの魅力について熱心に語り合っており、その情熱に触発されて、私もさらに深く彼らのことを知りたくなりました。まず、ナンバーアンダーラインアイの公式サイトや SNS アカウントをフォローし、彼らの最新情報や過去のパフォーマンスをチェックしました。また、 彼らのパフォーマンスの裏には、多くの練習と努力があることも知りました。毎日のように練習スタジオに通い、厳しいトレーニングを積んでいる彼らの姿を想像すると、その努力と情熱に頭が下がります。特に、彼らが新しいダンスの振り付けを作り上げる過程や、パフォーマンスの完成度を高めるために細部にまでこだわる姿勢には、プロフェッショナリズムを感じました。一方で、 平野ささんにについてもさらに深く知ることができました。彼は若い頃からジャニーズ事務所に所属し多くの経験を積んできました俳優や歌手としても活躍しその多彩さで多くのファンを魅了しています彼のインタビューやエッセイを読むと常に新しいことに挑戦し続ける姿勢と周囲の人々への感謝の気持ちが伝わってきます彼の優しさと温かさは彼のファンだけでなく 共演者やスタッフからも高く評価されています。特に印象に残ったエピソードは、あるインタビューでのことです。翔さんは、自分が成功するためには努力と運だけでなく、多くの人々の支えがあったと語っています。彼は、自分が今ここにいるのは、ファンやスタッフ、そして家族の支えがあったからだと言います。その謙虚さと感謝の気持ちが、彼の魅力の一部なのだと感じました。 その後、私は家族と一緒に再び、三人一分ショーを見返しました。録画していた番組を何度も見返すことで、新たな発見がありました。家族もまた、ナンバーアンダーラインアイや平野翔さんの魅力に引き込まれていました。特に、父は翔さんの司会ぶりに感心し、母はナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスに感動していました。家族全員で一緒に楽しむことができるエンターテイメントは、 本当に素晴らしいものです。そして、ある日、私は友人と一緒にカフェでお茶をしているときに、この特番の話題を持ち出しました。友人もまた、特番を見ていたことが分かり、お互いに興奮して話し始めました。友人は特に大西兄弟のダンスに感動したと言い,い、その迫力と美しさについて熱心に語ってくれました。私たちはその場で、 次回の特番の予想や期待を話し合いながら、ますます期待が高まりました。さらに、私はナンバーアンダーラインアイのファンクラブにも加入しました。彼らの最新情報や特別なコンテンツを楽しむことができるだけでなく、ファン同士の交流も楽しむことができました。オンラインでのイベントやチャットに参加することで、他のファンと共に彼らの活動を応援する楽しさを感じました。特に、 彼らのライブパフォーマンスの映像を見ながら、ファン同士で感想を共有する瞬間は、まるで一緒にライブ会場にいるかのような一体感を味わうことができました。最後に、この特番を通じて感じたことは、エンターテインメントの重要性と、それを支える人々の努力と情熱です。彼らのようなパフォーマーや司会者がいるからこそ、私たちは感動し、笑い、楽しむことができるのです。今後も 彼らの活躍を応援し続けたいと思います。そして次の特番がまた家族と一緒に楽しめることを心待ちにしています。